空で待ち続けた残像も残念が今は日常で染め上げられて私が繰り返して見つめてるその愛がまたその事故を起こして私が今から渦の中を進む見つめてる見つけていく人の波をかき分けいつか出会うきっと一緒に隣で見てくれたの人は今は違う空でも繰り返すその同じ雛形に見つけられたらまたトレースしてしまう同じパターンを断ち切るために今すぐ忘れてしまったの思い出してゆくのがこう出させてまるで白昼も真っ白に染まる空の下へ上へ眠りが私を慰めてくれるくらいにずっと軽く飛び上がれる日は今すぐに見つけられるのに動けないこの足を引いて闇に包まれているからどうかその清い願いが今も生き続けてあなたを縛り続けているからどんなに汚れたって綺麗なままでどこにも映せない鏡を私に見せてくれた体は一つしかない日が暮れてくいつもと同じ違うでしょ違いを作るのは今日一歩一歩少しでもマシになれたらいい
のにな。はい、はい、これ第11回ですね。本日はですね、今、5月19日の、17時26分です。さっきの第10回からこの第11回の間、何をやってたかっていうとですね、まずどんよりしだしたんですよね。どんよりってどういうことかっていうと、なんかこう、無意に、無意っていうのはないにため、無作為の無意、無意に、ネットサーフィンをやる感じになりかけたんですよね。いつも、チェックしてるブログを読むところまでは良かったんですけども、その勢いのままなんかこうだらだらネットを見出して、で自分的には21日に締め切りっていうのがあるから、このちょっと焦ったんですよね。で早く楽になりたいとも思って、実はちょっとギターでこう例の曲をちょっと作ってたんですよ。放送しない前提でっていうか、このつまり普通にこうノートとかに、ノートとギターとボールペンとっていう3点セットでこう、まあ十分ぐらいやったですかね。でも全然やっぱりこうなんて言うんでしょうね、早々に僕は諦めたんですよね。これは その早々に諦めてどうしたかっていうと、庭の草抜きをしました。これですね、今朝僕庭に雑草が中途半端に伸びてるのを知っていて、でもこれ今からこの季節ぐんぐん伸びてきますから、もうちょい伸びてから草抜きしてもいいだろうと思ったんですよ。そんなに気になるレベルじゃなかったから、その雑草の高さが、で同じ労力だったらもうちょっとほっといて、ね、高くなってそろそろだっていう時に枯ればいいやと思っていたところで、そういうエアポケットみたいな、なんかぼやっとした時間が、ドロッとした時間がこう来てしまった時に、よしと着替えて草抜きしたんですよね。ちなみに草抜きするときに僕が必ずゴム手袋、すごいグリップ力の強いタイプのゴム手袋、表面の手のひらがラバーでこう覆われてるタイプですね。あれでガンガン行くのが一番こう早くて気分もいいっていう感じなんで、ちなみに自分はそういう形で草抜きをしました。で当然めんどくさいっていう気持ちがまず先に来たんですよ。でもまあこうなんて言うんでしょうね、今僕特別な時期でもあるじゃないですか。そのプレッシャーを与えてる21日の15時が締め切りっていう、だからさっき僕曲をちょっとやったっていうのは、楽になりたかったっていうのはさっさと仕上げて、こうなんて言うんでしょうね、このプレッシャーの状態っていうのを出したかったみたいな気持ちもちょっとあった気もするんですけれども、何せこう変な努力の感じになったからやめて草抜きをしたと。で実は今日今朝朝起きたら午前中に僕スポーツジムに行って水風呂とか入ってるんですよ。だから草抜きしたけども、ちょうどいい今日昼間は暑かったんですけれども、夕方になって涼しくなってちょうどいい気候でこうやったから、別に汗もかかずに、まあ草抜き終わった時に
お風呂入るかどうしようかと思った時に、めんどくさいと思ったけどやっぱり入ったんですよね。で今朝水風呂まで入って、こう全身清潔にしてますから、頭まで洗わなくていいかなと思ったけど、やっぱり、ね、また頭も洗って、全身シャワーを浴びて髪乾かして、今ここにたどり着いてるんですね。これも一重に締め切りのおかげなんですよね。やっぱりこう、もしかしたら何もなかったら無意にネットサーフィンをしてたかもしれないんですよね。無意にもいい無意と悪い無意があるので、老子が言っていた無意ですね。無意の思想っていう、そういう無の、何も目的をなく、この、前回ぼんやりすればいいみたいなこと言いましたけども、そのぼんやりってもやっぱりいいぼんやりと悪いぼんやりがあるっていうことの、この、無意の、無意にも悪いにも悪いのといいのが、あるっていうのとちょっと近い感じなんですけれども、まあそういうふうにやって、お風呂を入ってる、お風呂っていうかそのシャワー浴びてる時に、じゃあ撮ろうって思ったんですよね。この今の第11回を。で、とにかくギターから始めよう。これだけ考えて、冒頭ギターを弾いて、まあ全然前半よくわかんなかったんですけれども、とにかく後半までなんとかつなげたので、今回もひとまず離陸着陸はできたということで、また第12回につなげていきたいと思います。それではどうもありがとうございました。